欧州における伊達の勇猛な戦ぶり、そして小十郎の裏工作により政宗は小田原参陣を許された。政宗の降伏後すぐに秀吉の天下統一はなった。だが秀吉が死ぬと世は再び騒乱の渦に巻き込まれる。天下の実力者徳川家康と豊臣配下石田三成が対立。二人の激突は時間の問題とされていた。慶長5年、家康は上洛命令を無視し反旗を翻した上杉家を征伐するため会津へ出兵。徳川に接近していた政宗や最上家は家康の命に従い上杉領に侵攻をした。ところが石田三成が挙兵するや家康は軍を転進。上杉と戦っていた最上は孤立し窮地に陥る。政宗は上杉軍が包囲する長谷道場に向かった。もはや焦りの色はない。龍は天下の先を見据えていた。東北の将長谷道の戦い。よっしゃ、今日も戦国無双4デラックスやっていきたいと思います。東北の将ですね、伊達政宗、天かける竜となる片倉小十郎。承知いたしました、政宗さん。行きます。今頃日の本のど真ん中じゃ家康と三成がやり合ってる。気になるかい政宗。わしのやるべきことは一つ、この戦に勝ち新たな時代の礎を作ること。それが父上をはじめ戦に散った者に対する務め、家臣や民、今を生きる者たちに対する務めじゃ。天下人の称号は家康にくれてやるわ。行くぞ小次郎。はい政宗様。久しぶりじゃな、何の用じゃ。気合う前に挨拶をと思ってね。いろいろあったが今じゃ俺は上杉の人間だ。相変わらず読めん男じゃ。いきなり消えたかと思えば敵として現れおる。なぜ上杉についた。信長、秀吉、そして家康、時代の流れに乗って天下を得ようとした英雄の裏には久秀、光秀、勝家、宇治康、時代の流れに抗い散っていった花がある。政宗、俺も花なのさ。戦国最後の歌舞伎花だ。上杉景勝は幹となって俺を咲き誇らせてくれる。そして景勝は望み通り最高の舞台を用意してくれた。東北の関ヶ原、相手は独眼竜だ。よう分かった。ならば貴様はわしが見事に散らせてくれるわ。はは、粋なもてなし歓迎するぜ。味方に先行して駆けつけたはよいな。思っておった以上に状況は悪いか。ですが義明様も同じ東軍でございます。敗走していただくわけには参りません。参りません。というわけで参ります。戦国無双4デラックス東北の将。白攻めに気を取られており、奴らの背後を襲い長谷道場を救うのじゃ。さあ長谷道の戦いですね。こちらは東軍ですね、伊達軍。見せよ、速やかに長谷道場を落とすのだ。落とすのだ。
長谷道場はですね、まあ、上杉軍に包囲されているわけで、その救援ですね、最上の救援です。まずは平門した。オーケー。神速の攻めを見せよった。何としても城を守り抜き、上杉に勝つ。勝つ。承知いたしました。マサム様、任せろ。マサム、俺が一流ってとこ見せてやるぜ。熱いね。敵兵が減り、警戒も薄くなりました。今こそ黒羽ばき組の出番。黒羽ばき組の出番。開門。開門。オーケー。戦場の北側は手薄。しかも上杉本陣がある。後の一手のため攻めておく価値はございません。攻めておこう。開門。北の関も開門してる。これ見て、ご無礼ながら上杉の喉元へ刃を突きつける準備。整いまして。整いましてござる。砦を制圧せよ。長谷道場への道を切り開くのじゃ。オーケー。砦制圧になったやろ。吉明が攻撃されてるぞ。やべんじゃねえか。やべんじゃねえか。ご無礼ながら落ち着かれてはいかがだと。今少しで我らも城内に突入できます。突入者。開門。さあ吉明を助けるぞ。今よ、城内になだれ込め。一気に長谷道場に突入した。今こそ長谷道場を飲む。飲む。うむ。めっちゃ来たよ。これまでか。これまでちゃうねお前。諦めんな。ではまずい。一刻も早く将来の上杉勢を駆逐せい。したした。これで完了。ちょっと正宗強すぎんねよな。申し上げます。関ヶ原にてお味方東軍勝利。正宗様、さらなる吉報がございます。遅れていた味方と最上の増援が到着しました。マジで。関ヶ原も決着ついたよ。よし、中央影勝を追い詰めよう。伊達の確固たる意志、天下に示すのじゃ。示すのじゃ。開門。よし行くぞ。さあ反撃開始や。西軍敗北。もはや本国に戻るのにない。ない。諸君、速やかに南西の砦に撤退するのだ。オッケー。開門。さあ一気に来るか上杉。お前らの撤退は阻止する。オッケー。影勝の撤退阻止任せろ。いざ集え。上杉の熱き木の魂を団結して上杉の危機を乗り越えん。危機やな。そうはさせるか。金継ぎがいいか。いいぞ。めっちゃ順調じゃね。正味。お許しください。お許しください。三成、雪村、どうか無事でいてくれ。無事でいてくれ。強敵金粒は打ち破った。戦場中央にもはや敵なし。影勝の元へ急げ。急げ。おっと、影勝は打たせないぜ。惚れた男、守り通すが戦人の意地よ。戦人の意地よ。前田刑事、お前が守るか。この水原近則が務める。謙信公の時代から培った武勇、見よや見よや。開門。お前らの好きにはさせん。上杉の古つわものが出てきよった。出てきよった。一刻も早く片付けて影勝を追え。追え。ちゃう、あの刑事が立ちはだかってんねよ。先に引きな影勝。待って、刑事強くね。平門。平門。しまった。俺がいながら。俺がいながら。鉄砲隊を早く片付けねえと吉明が危ない。さっき鉄砲隊で最上助けよう。オッケー。オッケー。決まったか。これ鉄砲隊全滅させたかな。打ちのめし。最後の歌舞伎はな、この長谷堂に見事咲かせてみせようか。刑事。刑事、よかろう。その花見事散らしてくれるわ。散らす。オーケー。鉄
一気に散らすよ。これで天下は定まっちまうね。寂しいが仕方ないね。仕方ないね。オッケー、刑事突破。これで影勝様だけは失うわけにはいかん。最後の抵抗か。この枯れ爪が素人も。お前はもう秒殺や。舐めるな。わしのため。さあ、歌舞伎見物も終わったことですし、老婦人は我が子を迎えに行きますよ。影勝に先んじるためにOK。あの砦は不可です。老婦人には即刻退去していただき、老婦人は退去させた。さあ決めるぞ。見ておれ。わしは竜、天下無双の上り竜よ。我こそ軍神の王子ごなり。敵将伊達の勝利だ。東北の関ヶ原、長谷堂の戦い。安らかに眠れ、上杉の物の句たちよ。貴様らに誇れる時代作ってみせるわ。よくやった。さあ政宗の勝利でした。一つ申し上げておきたい義がございます。政宗様、以前私は秀吉様に5万石で使えぬかと誘われたことがございました。なぜ今になってそれを申す。今の政宗様は前を向いていらっしゃいます。固執はされないと存じまして。わしは一刻も早く乱世を終わらせたい。そして日の本が進むべき新たな形を示したい。父やわしが育ったこの奥州の地より、小十郎、これからもわしを支えてくれ。六は五万石とまではいかぬじゃろうがな。承知いたしました、政宗様。よし、勝ち時じゃ。肩の力が抜けていい大将になったんじゃねえか。ええ。みんなよく聞け。太平の幕開けはこの奥州からよ。秀吉、お前が面白いって言ってた小僧は見事竜に化けて飛んでいったぜ。がお前が手塩にかけて育てた子飼いはバラバラ。天下も家康にかっさらわれそうだ。これでよかったのか、秀吉。これがお前の目指した皆が笑って暮らせる世か。まあやれるだけのことはやったぜ、秀吉。俺の役目はもうない。何ぼーっとしとる孫いちげ。可愛い子ちゃんの店に行くと約束しとったじゃろうが。おお、待たせたな秀吉。とびきりいい子紹介してやる。いやー、というわけでこれにて東北の将完結しましたね。長谷堂の戦い見事に勝利しました。まあ、この先ね、天下の行く末、伊達の行く末、非常に気になるとこですね。まあ、こんな感じでですね、実況動画ガンガン上げていきたいと思ってるんで、見てる人いつもありがとうございます。これからもですね、どうぞよろしくってことで、また次回の動画でお会いしましょう。ナタでした。さよなら、バイバイ。